はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、東京オートサロン2019開催記念トミカのメルセデスベンツ G クラスを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカは東京オートサロン2019開催記念トミカのメルセデスベンツ G クラスです。ボディカラーの方はブルーのメタリックだね。すごく光に当ててみると綺麗な感じになってます。でフロントの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはメルセデスのロゴがプリントされてあって、ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。グリル周りもすごく綺麗な感じだね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。特にここにはプリントがなくて、ルーフの部分には東京オートサロンのロゴがプリントされてます。で運転席側の側面はこんな感じだね。この面には特にプリントはされてないけど、中央の部分にブラックのラインが入ってあってアクセントになってます。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分にメルセデスのロゴがプリントされてます。テールランプの部分はレッドの塗装だね。で助手席側はこんな感じだね。で上の方を見ていくとサンルーフの部分に東京オートサロン2019のロゴがプリントされてるね。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、運転席側から見るとこんな感じになってます。でタイヤの方はサスペンションがついてます。であと左右のドアの開閉ギミックだね。で裏の方はメルセデスベンツ G クラスのナンバー35番の2017年の写真になってます。で今回東京オートサロン2019で発売された限定トミカの中では一番このモデルが重量があるね。結構ずっしりと重い1台になってます。でこのモデルの通常版のボディカラーはシルバーだったかな。やっぱり形がしっかりしてるとボディカラーが変わってもすごくかっこいいです。箱の方は正面のパッケージに G クラスのトミカの写真だね。この部分に東京オートサロンのロゴがプリントされてます。で側面の方はこんな感じだね。でこの部分にはダイムラーのライセンスシールも貼られてあります。で裏の方はこんな感じになってます。はい、今日は東京オートサロン2019開催記念トミカのメルセデスベンツ G クラスを紹介しました。でボディカラーのブルーのメタリックもすごく綺麗だったね。今回の東京オートサロンの開催記念トミカの3モデルは全部メタリック仕様っていうことになったね。これでね、光に当ててみるとすごく綺麗なカラーリングでした。でその他同時に発売された開催記念トミカのこちらのモデルはリンクを貼っておくので、またそちらからご覧ください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。